皆さんこんばんは、 MK です。本日からポケットモンスターソードの追加コンテンツ鎧のことをやっていきたいと思います。まずはブラッシータウンの駅に行けと言われたんですが、ここから電車で向かうんでしょうか。こんにちは、おや、それは鎧パス、鎧パスをお持ちでしたら鎧島に行くことができますよ。本日はどちらに行かれますか。もちろん鎧島駅ですよ。よし、じゃあ早速向かっていきましょう。いや、ほんとめちゃくちゃ楽しみにしてたんですよね。電車でガタンゴトンと向かっていきまして、なんだかポップで可愛いですね。ここが鎧島なんでしょうか。違うな。え、電車ごと行った。違うよね。電車ごとアーマーガーが持ち上げたのかと今勘違いしましたが、多分乗り継いだ的な意味なんでしょうね。はい、鎧島に到着しました。どんな冒険が待っているんでしょうか。そう、今回はこの鎧島っていうめちゃくちゃでかいワイルドエリアみたいなものが追加されたのプラスストーリーモードもあるみたいなんで、とりあえずストーリーモード中心で進めていきましょう。もしかしてあなた鎧島は初めて。そうですね、私はこの島でポケモンの生態を研究しているの。この島のポケモンを登録できるようにあなたのポケモン図鑑をアップデートしてあげるわ。ありがとう。何匹ぐらい増えるんでしょうか。ポケモン図鑑アップデート中。あれ、そんな簡単に終わる。MK のポケモン図鑑に鎧島図鑑の項目が追加された。あ、項目追加なんですね。鎧島でポケモン捕まえたら店に来てね。わかりました。なんか全部コンプリートしたら何かもらえそうな感じですね。またなんかイベントが始まりましたが、あなたは何をしてるんですか。この島の道場に今日から入門するんだけど、変な人が駅の前にいて駅から出にくいんだよね。変な人？何？嫌なんだけど。私も変な人会いたくないよ、あんまり。こんにちは。おーっと、これはなかなか派手なスタイルですね。あは、いたいた。お、私？待ち合わせ時間ぴったり、若いのにしっかりしてる。あれ、私と君ってどっかで会ったことある？まあいっか。会ったことあったっけか？おーっと、結構可愛いな。私はクララ、君の先輩だよ。先輩？ちょっと人違いだと思うんですけど、もう君が今日から入るマスター道場の話。え、何の話？全然聞いてないよ。マスター道場？あれ、うちもしかして年下におちょくられてるっぽい。いや、違いますよ。本当によく分かってないんですけど、超絶パーフェクトにプリティなクララちゃんが。まあ確かにプリティではありますけどね。まずは勝負で実力を知ってもらおうかな。じゃあ外で待ってるから準備ができたら来てね。わかりました。とりあえず勝負すればいいみたいです。目に物見せたらなんか裏があって怖いな。ちょっと目つきが今やばかったんですけど、とりあえず勝負してもらっていいですか。ここが鎧島ですか。初めの第一歩。広っ。え、あ、結構広いな。思ったよりも。おっと、ガラルヤドンがいる。可愛いよね、ガラルヤドン。この辺の草むらもまた新しいポケモンが出るみたいなんですけど、あは、君鎧島は初めてっぽいね。いろいろ見て回りたくてうずうずしてるだろうけど、まずは力試しだよ。私がマスター道場の先輩として。おっと、怖いんだって。君の強さ確かめちゃう。お手柔らかによろしく。わかりました。よし、じゃあまずは勝負していきましょう。おっと、固有モーションがあるな。ポケモントレーナーのクララが勝負を仕掛けてきた。何その、スイッチを押したいのはわかりますけど、あんまり力入れない方がいいのでは。不死で送り出した。虫タイプ使いか、毒タイプ使いか。お、 BGM がある。力試しだから軽くね、軽くのしちゃうね。のしちゃうとか言わないの。日差しが強い。そしたら、うわ、日差し強いんだったら水タイプの技が半減じゃん。まあでもしょうがないか。じゃあここは狙い撃ち撃っていきましょう。いや、久しぶりのポケモンでなんか楽しいな。狙い撃ち撃ってどれぐらい食らう。おっと、力試し大丈夫ですか。ちょっと MK さん大人げなかったでしょうか。経験値もらいまして、ポケモントレーナーのクララはヤドンを繰り出そうとしている。じゃあこのまま戦いましょう。多分ガラルヤドンだと思いますけど、うちが追い詰められてるということはありえなくね。なんかギャルというか、裏表あるギャルっぽいキャラクターなんでしょうね。じゃあここもじゃあ狙い撃ちでいきましょうか。トンボ返りが抜群ってことは、こいつ多分エスパータイプなんでしょうね。はい、じゃあここ狙い撃ち撃っていきましょう。水エスパーか。いや、そんなことないな。相手のヤドンの念力、これは全然食らわないと思いますよ。そう、インテレオン急に出しましたけど、鎧島初めてのダメージ、私からのプレゼントだよ。そっか、さっきはダメージ与えられてないですもんね、私は。そう、インテレオン急に出しましたけど、前回のポケモン実況、続きでやらせてもらいますので、そちらの方まだ見てない方は概要欄の方からご覧ください。急所に当たったさっき出して欲しかった。はい、ヤドンが倒れました。全部で何体いるんですか。はい、経験値もらいまして、あ、勝った。嘘、弱くないか。次のポケモンでギッタギタに行って、あれ、いなくね。そう、もう終わりだと思いますよ。1万4400円ありがとう。
なんかもらいすぎな気がしますけど、女の子から取るような金額じゃないな。無理無理無理。あ、ありえなくない？目が怖いんですけど。おいおい、やっべえぞこいつはよ。こんな強いの道場に来ちまったら、うちの強さが霞んじまう。追い返してえけど、迎え頼まれちゃってるし、迎え頼まれてるんですか？道場の人と知り合いなの？古本、私ちっとも本気じゃなかったけど、君なかなかやるね。でも私の道場はあのチャンピオンダンでも学んだ由緒ある道場で、君くらいの強さだとやっていけないんじゃないかな。そうなの？ダンデが学んだ道場なんだ。だから向こうにあるマスター道場には立ち寄らず、観光だけして帰ったら？ちょっと多分違うよねこれね。これあげるからね。何ですか？おしゃれカード。ちょっとよくわかんないですけど、おしゃれカードって何ですか？持っているとブティックで買える品物が増える。お、いいじゃん。ヘアサロンでは選べる髪型が増えるカード、ありがとう。ブティックやヘアサロンで見せればラインナップ増えるから。てなわけで、てなわけで、それじゃあさよなら、永遠にキャハ言っちゃったけど、まあ多分道場に迎えってことなんだろうね。来るなとは言ってましたけど。おお、ホエル王だ。待って、ホエル王めっちゃでかいんだけど。行きたいな。行きたいけど、とりあえず道場行く。こういうのは逆走したがる MK さんなんですが、ガラナツの枝を見つけた。何それ？ガラル地方の一部に生えるガラナツという木の枝、とあるポケモンのアクセサリーの材料として使われる。なんだ？新しいアイテムでよくわかりませんが、これは、大きなキノコ、ありがとう。いや待って、新しいポケモンとか捕まえたい気持ちもあるんですけど、どうしようかな。道場行ってみる？その前にホエル王が気になるな。いやでも行っちゃおっか。よし、じゃあ道場の方に向かっていきましょう。なんかいる。プリンだ。プリン持ってないよね。ちょっとプリンぐらいは捕まえていこうかな、可愛いから。こんにちは、可愛い。おお、怒ってる。野生のプリンが現れた。よし、じゃあ行きますよ。何レベ？ワイルドエリアと一緒だったら60レベだと思うんですが、60レベだ。多分1回ぐらい耐えてくれると思いますよ。狙い撃ちどうですか？1回ぐらい耐えてくださいな。はい、インテリオンの狙い撃ち、耐えて、お願い、やられないでね。モンスターボール投げたいの。 OK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 。 プリンの捨て身タックルやばいぞ。これは反動技なんで相手にもダメージが入ってしまうんですが、じゃあこの辺りでモンスターボール投げていきましょう。鎧島第一発目はプリンを捕まえたい。おっと、ラッキーボール。これは1回回ってなんとかゲット。いいですね。そう、この捕獲クリティカルって言って、こう上でグユグユってこう揺れると1回回転して捕まるんですよね。はい、イオルブのレベルが上がりました。プリンデータに入ってないですよね。あ、ですよね。はい、じゃあ鎧島一発目ということでプリンを捕まえました。図鑑読んでいきましょう。プリン風船ポケモン、肺活量はポケモン界でもトップクラス。相手が眠るまで子守歌を歌い続けるぞ。なんかあの昔のね、アニメのポケモンにいましたよね。っていうかサンムーンでも出てたよね。そう、サンムーンでも。お、イワンコだ。待って、イワンコはね結構かっこいいポケモンに進化するんだ。はい、じゃあイワンコも捕まえていきましょうか。いや終わんねえな。こんなことしてたらいつまで経っても道場に着かないんですが、これ水タイプが抜群になっちゃうんで、相手岩タイプなんでね、ここは叩くで、どれぐらい食らうか一回試してみましょうか。はい、インテレオンの叩くどうでしょうか。結構食らう。オッケーオッケー。ストーンエッジは当たらない。当たるんかい。これ命中 75% なんで結構当たらないんですけど、当ててきましたね。そしたらもう一発ハタクを打ってからモンスターボール投げたいと思います。はい、インテレオンのハタク、まあ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 、怖い顔。あ、いいねいいね。素早さがちょっと下がったぐらいだったら多分先手は取れると思うんですが、ガクッと下が、いや大丈夫でしょう、多分先手取れてる。 OK。 はい、インテレオンのハタクで、イワンコやられないで、危ないな。ステルスロック、まあまあまあそれは関係ないですね。交代した時にダメージを食らうという技なんで、交代しなければ関係ないでしょう。はい、そしたらここモンスターボール投げていきます。 OK。 いやなんか可愛いポケモンばっかりだな。はい、1回揺れて、2回揺れて、3回揺れて、 OK、 一発。いいですね。鎧島は捕まりやすいとかそういうのあるんでしょうか。なんか結構運がいいですねさっきから。はい、そしたら経験値もらいまして、イワンコのデータも読んでいきましょう。そう、このポケモンはルガルガンっていうポケモンに進化するんですが、フォルムが3種類あるんですよね。よく懐くが噛み癖があるので、ずっと育てるにはなかなか骨が折れるぞ。まあでも可愛いから育てたいけどね。じゃあとりあえずボックスに送っておきましょう。うわ、本当にワイルドエリアみたいなんだな。多分これ時間帯でも出るポケモン変わるんでしょうね。おっとっと、火のヤクマがいるんですが、とりあえず道場に向かいましょうか。道場に向かっていろいろストーリーを進めてから他のポケモンはゲットしていきたいと思います。結構遠くまであるな。で、何？でってない？あ、待って、これってさ、アローラディグダじゃないか。で、で、
おーですよね、ディグダだ喋ってないか完全に、あーディグダこんなところにいたのか、ははこいつめ心配したんだぞ。誰ですか、トレーナーですか。こんなところに放置しちゃダメですよ、私のディグダを見つけてくださってありがとう。いえいえ、まあいただけなんでね。そうアローラディグダですよね、おーまさかこんなところで知っている方と出会えるなんて。そうおっしゃる通りアローラ地方のディグダです。アローラに旅した時にこの3本ヘアに心を奪われまして、まあ確かに可愛いですよね、いっぱい捕まえて帰ってきたのですが、目を離した隙にみんなどこかに行ってしまいました。あ、そんなにいっぱいいるの？しかし地中に埋まったディグダを探し当てるとは、あなたディグダを見つける才能がありますよ。いや、あの3本の毛が思いっきり出てたんですよね今、よろしければ他のディグダも探してもらえませんか？まあいいですよ、なんとお優しい、感謝の言葉もありませんありませんなんですね、今1匹ディグダを見つけていただいているので、残りは100…え？なになになに？ん？残りは150匹あ、151ってこと？関東地方のポケモンの数とかけているんでしょうけど、見つけたら帰ってくるよう声をかけていただけると。150匹も？私が？ちょっと待って人に預けるには量が多すぎないか？こんにちは、すごいポケモンと出会っちゃった、すごいポケモンと出会っちゃった、すごいポケモン100ワットで特別に見せてあげる。じゃあ見せてもらおうかな、見てみて、私が見つけたすごいポケモン誰？おー、ニョロも。すごいポケモンではないような。すごいでしょ？天気によって出会えるポケモンも違うから、毎日探してね。あ、なるほどね。やっぱりワイルドエリア的な感じなんだと思います。そして今、ディグダいたな。ディグダ、君ですよね。とりあえず一匹見つけました。出ました。出ました。喋ってないか完全に、ディグダはトレーナーの元へ帰っていった。一連の原にいるディグダは残り17匹。やば、あ、そういうことね。この一例の原ってとこには17匹いると。待って、プリンがいる。とりあえず、このまま、おー、待って待って待って。うわー、待って、カリキリがいるな。どうする？捕まえてく？まあ、初めて出会ったポケモンは、じゃあ捕まえていきましょうか。はい、とりあえず、じゃあカリキリ捕まえていきましょう。こいつ草タイプなんでちょっと苦戦しそうですが、まあ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 、なんとかなると思います。そしたら、ここはちょっとインテレオンさん体力も危ないんで、トンボ帰りで帰りましょうか。効果抜群なんである程度食らうと思います。やられないで、嘘でしょ。やられちゃうんだ、まさかだな。抜群だとはいえタイプ1でもないんでやられないかなと思っていたんですが、ちょっと倒してしまいました。まあまあまあしょうがないでしょう。そしたらちょっと回復させてください。インテレオンさんの体力が危ないんで、すごい傷薬でインテレオン回復していく。いやなんか久しぶりにポケモンやるとほんと楽しい。危ないって。プリンさんはさっき捕まえたからいいですよ。他にポケモンいませんか？お、待って、これはミミロルか？ミミロルいる。ミミロルめっちゃ可愛いよね。ほんと大好き。メスだったらいいな。まあオスでもいいけど、はい、行っておいでインテレオン。できればメスのミミロルを捕まえたいんですが、オッケーメス。そしたらちょっと狙い撃ち怖いんで、はたくで行きましょう。はたいて、ミミロルちゃんの体力を減らしていく。オッケーオッケーオッケー。とりあえずもう一発、おだてる。待てよ、おだてられてしまいました。これはちょっとまずいか。特攻が上がって混乱しちゃうんですよね。まあとりあえず混乱しない読みでもう一発はたく打っていきましょう。インテレオンちゃんなら出せるはずだ。嘘でしょ。インテレオンちゃんしっかりして仲間作り、仲間作ってる場合じゃないって。まあ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 、これはあんまり関係ないですね。そう、相手と一緒の特性になるってやつなんですけど、そしたらもう一度はたく打ってくださいね、インテレオンさん。はい、インテレオンのはたく、オッケー。あ、急所はダメだよ。オッケーオッケーオッケー。あ、飛び跳ねるの時はちょっとこれボール当たんないな。ボール当たんないので、とりあえずまあ一旦ハタクを空打ちしといて、ミミロルさんが来たところで次ボール打っていきましょう。いや、可愛いポケモン多いな。そう、このミミロルはダイヤモンドパールから追加されたポケモンなんですが、めっちゃ可愛いよね。アニメでもあの光が持ってましたね。はい、一回揺れて、嘘でしょ。飛び跳ねるやめてよ。癒しの願い待て。あー、そっか、癒しの願いは相手か。びっくりした。自分の体力回復するのかと思いました。相手の体力を回復するんですね。おっと、え、捕獲クリティカル出すぎじゃない？オッケーオッケーオッケー。やった、ミミロルを捕まえたぞ。まさかの3回中、まあまあさっき1回投げたから4回中2回捕獲クリティカルが出たんですが、これはね、図鑑が揃ってれば揃ってるほど出やすくなるんですよね。ミミロル、ウサギポケモン、左右の耳を丸めているときは体や心の不調が原因なのでケアが必要。まあ可愛いからね。じゃあ進んでいきましょう。道場入っちゃう？
今回はとりあえずこれぐらいにしておきましょうか。あんまり進めてもあれなんで、じゃあ今回はとりあえず道場に、なんかイベント始まるな、これイベントが始まらない程度のところでじゃあ終わっておきたいと思います。次回はじゃあここのイベントからやっていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。